AJ ユナイテッド、おはようございます。ということでですね、早朝に来ております。ということはサッカードッキリ、今回のサッカードッキリはですね、フリーキック別のゴール狙い続けたら気づくのか。普通の一般的なゴールが、あると思うんですけども、そこの後ろの方にミニゴールを2つセットします。僕の方は普通に決めたら0点なんですけど、枠外の通常のゴールの数、最終的な得点は僕はミニゴールに決まった数で競います。っていうか最近ね、あの人めちゃくちゃ用心深いんですよ。前回ブチコさんにドッキリ仕掛けられて気づいちゃったじゃないですか。あ、でもあのドッキリはもう俺らももうさすがにこれ分かるって手でやってますんで、今回はバレないでしょう。ということで気を引き締めてやっていきたいと思います。チャレンジスタート。AJ ユナイテッド、サイドネットに決めたら得点2点、フリーキック対決。はい、ということで今回はですね、逆光の影響もありましてこの角度にしてみました。どうでしょう、はいはい、なんか新鮮でいいっすね。なんかサイドネットに決めたら2点ってことか。はい、ああまあちょうど右側のサイドネットがね。そうです、まあうまいこと狙えそうかなってところで。先輩右で切れますよね。ああ、じゃあだけどこれ逆側もやるってことでいいんだよね。やります。なんかその方がさ狙いやすいじゃんその後半でちょっと頑張ろうかやりましょうか。じゃあここで、ああちゃんと走りますよ今日は。やっと走れますから。よいしょ。だいぶ治ってきたということで関節周りを緩めて。そうなんですよ。ちょっと怪しいな。盗撮ですか。ということでですね、サイドネット狙っても OK です。もちろん狙わなくても OK です。普通に決めたら1点、あそこおとりにしてもらっても全然構いませんし、あそこ決めなければいけないってことはではありません。できるだけサイドは僕は狙いたいなと思っております。こっち側10本、逆側10本、合計20本蹴りますんでね、対決の方していきたいと思います。よろしくお願いします。ごめんなさい、じゃんけんしましょう。最初はグー、じゃんけんほい。それ砂、空気です。空気か、まあ、空気でサッカーできるとは思えねえけんなじゃあチャレンジスタート。先行後攻じゃんけんします。あ、うん、万全な調整で入ってきたから。じゃんけんって別に調整とかないから。でかいね、はい、最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。じゃあ俺高校でいきます。1球目サイド。うん、まあそれはそうだよね。やれミスだ、やれミスだ、やめにした。うーん、うーん、行ったよ。え、だけどてっきりサイド狙ってくるのかと思ったっけ。まあ揺さぶりは自由ですから揺さぶりはね。1球目いきます。よし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 、オッケー。1-0、0-0か。え、0-0だよ、0-0。いきます。待って、はい。なんかさ、もうちょっと惜しいかと思ったら結構意外と浮いてたのか。いや、ここ決めりゃリードなんだあれ、股間体操ってやつか。せつね、股間体操ってなんやねん先輩じゃん。おい、3球目何ちょっとさ、サイドカバーしてんのよ。今これ3球目の1-0か。1-0、わけわかんなくなるなこれ。両方の点数、何、はい、何今1-0か。そう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 、3球目はい。やあれあれあれ、全然うまくいかん。あれ、4球目いきます。はい、いや、そろそろこっち来んだよ。マジかよ、くそ。4球目、はい、いやどうしよう、真ん中行っちゃうの、なんとかしたい。やばいって。不審者かわ、めちゃくちゃ見られた。
結構あるんですよね、ああいうなんかおじいさん、おじいさんみたいな、おじさんみたいな、どっちかわかんないような人に結構で、今日このカメラでも撮られてますからね、キーパー目線というかさ。でさ、この角度でここ映ってんだね、ちゃんと。ああ映ってる映ってる、すげえ、めっちゃ画角広い。やっぱ次は5か4、あ6、なんか5蹴った気もするけど、一応蹴った5でいく。別に先輩に何球目か決めていいよ、もう。大将にさ、チャンスを多く与えたくねえわけよえ、ってことは 6 そろそろ決めたい。めちゃくちゃ曲がってきた。ねえ、いや絶対そこら辺も克服していくぞ俺は。いくよ6球目ありすぎ、てか相当風流れるね。うん7球目右狙います。どっち、あ、危ねえ。右狙います。どっち、あ、危ねえ。今完全に逆だったよな。てかさ、寒いと思ってたけど今日めちゃくちゃ暑くなってきたんだけど。マジで決めたいってよ。え、決めていただいて。来るもんを止めるだけだ俺は。めちゃくちゃ風伸びたぞ今乗ってっちゃった。あれさっき逆だったよね、風。風をあや、はえ、8球目か。8。ねえ何それ、風読んでんだよ、雲で。あ、風読んでんの。こっち、やばこっち流れてるわ。よし、めちゃくちゃ重かったえ、2点。2点です。残り3球でもう2離れてるってことはさ、俺はもう 大概そっちに狙うしかないわけ。そうだね、こっち狙わなかったらアホよ。いきます。なんであいつ決めてくんだよ、なんであいつ決めてくんの。こっち9球目。 2-0 でよろしい。 2-0 になってしまっている。よし、あんな外れるおい、くそどうぞ。うわ、あれやだな、なんかあれを見せられてからのあの位置。ボールの重さに足負けてましたよ今、軸足が埋まってる。さあ行きます。はい、やっぱね、サイド行くとね、狙いすぎるんだよな。でもうこうなったら思いっきりマジでサイド狙うしかない。ここは普通にもうサドンデスなしで俺はもう止めに行くわ、普通に。いきます。ありがとうございました。一応逆はやりますよね。行きましょうか、じゃあ逆サイドで、ということでですね、今度ちょっと角度変えました。はい、逆光の具合どうでしょうか。あ、大丈夫ですね。じゃあ逆光のついでにマイクも確認しとくか。あの完璧です。あ、ありがとうございます。もう完全に入ってたわ今雑音もない綺麗なあが聞こえ、あーもうということでやっていきましょうてか先行高校じゃんけんどうします。一応ここも先行高校じゃんけんしましょう。ちゃ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 い、高校です。先行行かせていただきます。先行行かせていただきます。先行行かせていただきます。聞こえてます、大丈夫です。いや行くの決めるぞよ、待って。1球目もうさっきのはなしなんで。いやいや、よしよしよし、はい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 、枠外はねえってマジで。まあ俺さっきもう速攻枠外だったけど。嘘でしょ、もうしょっぱなやらかしてるわけよ大将。決まってなかったんだ、なんか俺諦めたんだよもう、はぁと思って。決まってたら俺なんかよっしゃーとかやってるでしょリアクション。いつもその回数極端に少ない、いつもその回数極端に少ないねーそれ何、いやー足そんなこんなやってないから手はやってるけど足やってねえから。いただいていいですかあれ。マジこ、マジで勝ちいく。ちょっとああいうのはね目を合わせちゃいけない。街中とかでねめちゃくちゃ見てくる人いるんですけど、ああいう人って大抵こっち見ると何ガンつけてんねんって逆に言ってくるタイプなんで気をつけてください。
何言ってんねん。逆だったかこの人か2球目はい。うわうわくっそ危ないやコース良かったぞ。3球目はい。まだ序盤だからで、ただ今ちょっと枠外だったかも。さあ3球目ですか。はいはい。よし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 よ。なんかさ、こういう時に限ってこっち入るよね。全然入ってね。同じく。あ、4球目ワンチャンブレねえかな。大丈夫、それダンシングベイビーじゃん。とっさにやっぱこう動けるようにしとかないといけないから。風強え。よし。いやちょっと待って、止まったんだよ。なんかあ、なんか今やばい。今の向かい風がさすごかったわけ。今 1-0 負けてるいい感じ。4球目はい。2点決めていけ。いやここで逆転はきつい。おお危ねえ。おお危ねえ。やばい負けてます。ってことは5球目か。はい。いやさっきの風もう一回来ねえから。あ、来た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 、これだ。いやちょっと今日大将調子悪そうだぞ。いやまだ分かんねえ。だってまだ5ですから。まあ俺言うてさっきも負けてるからね。やばい、外しすぎだって。そっちじゃないんだよ。6球目いや風ねえ。無風です。ただ行くしかねえ。俺もだ。いや、俺もだ。俺もだじゃないんだよ。何が俺もだなんだよ。だって一回前大将は。六球目。六。今サイドネットあったぞ。もうちょっとずれたら。ゲットな。危な。七球目。7球目はい。今何した。気合い出ましたちょっと。あ、気合いか。さあ7球目。すごい。ただ負けてんだよな先輩。 1? 一応1勝ってる。はい、7球目いきます。さあ気持ちは分かるけど8球目おー低いな体勢が。オッケー、8球目いきます。お願いします。しなーよしよしよし。ってことはあと2か。あと2球。あと2球やばいよ。いやそれダイシングベイビーだっていつ決めてくんだよ。ボール置いてった。おうおう、ボール持ってたか。悪いね。あ、うせえよ。おお、風すげえ。押しの戻されてる。おお。あぶねー。すげえ流れんじゃん。やばいやばい。風やべえ。まだ 1-0 は続いてる。ラストラストか。やばい、これでこっちに入れたらもう終わるわ。いきます。あれか、ここでサイド行かれたら逆転。あ、そうだ、サイドで逆転か。もうちょっと外に決めたい。さあここ大事。怖い怖い。いきます。はい、いや最後のも危なかったですけども、まあ風もあったしね。ということで、はい、今の戦い
3対1で僕の勝利です。ありがとうございます。あ、ちょっとボール、大将1-0だよ。ん1-0。おお、やばい。嘘そっちね、なんでニヤついてんの。言いたいことあったら言って。ずっと枠外のあのゴールでやってました。あの前撮りは見せますね、後で。ありがとうございました。俺さ、途中なんか言ったよね、なんかさ、僕の存在が君にとってこれからも居場所でありますように。大したことはできないけど、胸いっぱいに膨れ上がった